米大リーグ、地区シリーズ第5戦、ドジャースにゼロパドレス。11日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム。動画、ここぞとばかり、大谷翔平、山本義信にシャンパン浴びせまくり、ドジャース、山本義信投手、26が11日、日本時間12日、地区シリーズ第5戦の本拠地、パドレス戦に先発。 5回にアンダム失点とほぼ完璧な投球で勝利投手となった。パドレス戦はレギュラーシーズンの2試合で0勝1敗、防御率12、00と打ち込まれ、今シリーズでも第1戦で3回5アンダ5失点で KO された。過去3試合はすべて初回に失点していたが、この日は違った。3年連続首位打者の1番、アライスをカーブで1ゴロに仕留めると、2番、 アティスはスはライダーで空振振り三振3番、プロファーは2ゴロに打ち取った。パドレス戦の初回無失点は4試合目で初めてだった。2回、西から6番、ボガーツに死球を与えた球は右肩の負傷から復帰後最速となる98、2マイル、約158キロ、を計測。イー・ヘルナンデスのソロで味方が1点を先制した直後の3回は1死から連打を浴び。 1>, 1・2塁のピンチを背負ったが、好調のタティスをスライダーで3ゴロ併殺に切った。4回は3ボン凡退、5回も先頭のボガーツから直球で見逃し三振を奪うなど走者を出さずに投げ切った。パドレス・ダルビッシュ優投手、38とポストシーズンでは初の日本人先発投手対決を制した。試合後の会見では、前回登板後はなるべく早く気持ちを切り替えて、 また試合に向けてやっていかないとなというのは個人的には思って、チームメートのみんなが信じてるからとマウンドに送り出してくれたので、強威投球ができたのはチームメートの皆さんのおかげだなと思ってます、と明かした。大谷翔平投手30からもポジティブな声かけをたくさんしていただきましたとした上でもちろん簡単には切り替えられませんでしたけど、サンディエゴに行った時も聞け、 イーヘルナンデスが誘ってくれてカフェで2時間ぐらい話をしたり本当にチームメイトのおかげですねと感謝の言葉を並べた。